先代の祖父秀次がですね、昭和50年4月に、釜を小石原の地で鼓の地で開いております。で、父重信が2代目を襲名いたしまして、まだ父も現役なんですが、旧修造の工房で作刀をやっております。で、私たち、3代目になります武志と、妻幸でこちらの、工房で、6年前ぐらいからですかね、作刀をして今に至っております。はい、祖父の秀次が周囲に治める、で秀次だったんですよね。その、秀吉の秀で周っていう字を取ったと聞いております。山周山ということで、はい、そうですね、私自身はろくろがメインで作刀するんですが、得意なのはもう急須とかそういう細工物が作るのは好きですね。なんか日々作刀に追われるのはハンドル物のマグカップとかそういうのに追われております。そして2代目の父の方はですね、陶板物が得意でして、大きいこういうお皿とかですね、こういうのを結構得意としております。はい、で、妻の幸の方なんですけど、結構自分で作った、ろくろで作ったものに細工をする、ランプシェードとか、そういった彫り物を施すことが結構得意でですね、日曜崎の、たたらの板物も結構作刀しております。そうですね、もううちの釜としてはもう他にないこういう、藍色の器ですね。こういう周山ブルーって皆さん呼んでいただいてるんですが、こういう色合いの焼き物をメインで焼いて、皆さんに親しまれております。名曲はないんですけども、昔から思っていることは、やらないで後悔するけど、やって後悔しろっていう言葉、信念っていうのは共感する部分が多いです。